この感じ、本物？大丈夫。見張られてたって何？リセちゃんは無事なの？クマの場所はわかる？うん、追っかける。クマと一緒に知らない女の子がいたの。もしかしたらその子が原因かも。わかった、探るね。いた。けどそばに変な反応がある。シャドウじゃないけど、人間とも違うみたい。あの偽会長の子がってこと？それ、限りなく犯人っぽいじゃん。ねえ、リセちゃん、この学校の中にさ、私たち以外にもう一人いない？変な赤マント着た人を見たの。いきなり窓から飛び降りたりとか、とにかく行動が変なの。先輩たち以外にはシャドウしかいないけど、気をつけて、結構大きいのもいる。大きいのもってことは、そうじゃないのも。いや、あの生徒の影みたいのシャドウっぽかったかも。まあ、雑魚のことはいいか。あ、ってことはあの赤マントはシャドウ？誰のシャドウ？ねえ、まずはクマのことから片付けよう。リセちゃん、ナビお願いできる？任せとけ。ここだね。じゃあ行ってくる。リセちゃんは他のみんなと連絡つけてみて。状況が分かんなくて困ってると思うんだ。了解。見つけた。さあ、覚悟はいい。あんた、グランプリ参加者の里中さんやね。あなたは誰？
どうしてこんな馬鹿げたことしてるの？私らひどい目に遭ってんだから、今すぐ全部話してもらうかんね。ははー、ちえちゃんまるで警察みたい。かっこいい。Ah, so he was sarcastic. I couldn't really tell. Kuma, Anta, damasareteru. Atashi wa shitteru yo. Anta wa shusaisha nanka ja nakute, shouki wo ushinatteru dake datte. Kochi oide. Issho ni kaero. Neko nade goe. Kimochi warui, Kuma.肉食獣となんか行かない、クマ。クマの右手は甘くて美味しいから狙ってるんでしょう。はあ？あんたの肉なんかこれっぽっちも興味ないし。甘いよ。ギャースは食われる。なんちて。むしろ狙われてるのはちえちゃんのほうクマね。何しろもってもてですし。ヨウスケってちえちゃんを好きなの知ってる？もう先輩よりも夢中だって。はあ？ハンジもちえちゃんが好きクマ。女の子だけど男らしいから当然ね。わお、Wow! それから先生もちえちゃんが一番可愛いって。ちょ、な、何言ってんの？アイドルのリセちゃんより、少年探偵のナオちゃんより、美人狼のユキちゃんより、ちえちゃんが一番一等かわいいってみんな言ってるクマ。What the hell? 学校にファンクラブまであるの知ってるクマ。でたらめ言わないでよ。ちえちゃんまっか、とっても嬉しそうクマ。そんなことあるわけないのにね。あんな目立つグループでみんなすっごい美人さんなのに、ちえちゃんだけ取り柄もない一般人クマね。でもね、クマ普通がいいと思うの。身の程を知れっちゅうのは。勝ちたいとか思わんほうがいいクマよ。一生引き立て役なんだから。私は勝ちたいとか思ってない。みんなみたいにすごい才能はないけど、私はこの私で満足してる。嘘はいかんクマ。だからヒーローになりたいクマ。人を踏み台にして弱い人間ね。そうだよ、正気じゃないって知ってて無駄だもんね。まずは元に戻してあげる。ファイナル。ファイナル。というじゃん。ドキドキ。
なんであんたら仲間やったんちゃうの？仲間同士で戦うなんて。何言ってんの？あんたが巻き込んだんでしょ？なんでちゅーちゃんが会長をいじめてるクマ？クマ、まだ操られてんの？あんた、主催者ってことになってるよ。変なコスプレさせられてさ。ちょーっと待った、そこからが間違いクマよ。ほら、ちゅーちゃん、よーくクマを見てみるクマ。は？ん？で、なんなの？ポイスカー！なんでわからんクマ！あのコスプレグマなんかより何倍もクマの方がプリティ&セクシーでダイナマイトでしょうが！もしかしてあの相当は別人ってこと？ピッポークマ！会長が信じてくれんから一緒に偽物のところに行って濡れ衣を脱ごうとしたクマ。にしてもお初の会長はともかく、愛するちーちゃんまで見分けつかんなんてマジありえなくない？じゃやめてその喋り、混乱するわ。うちもこのグランプリを止めるために放送室に行くところやったんよ。クマ相当言うのにこの子そっくりやろ。ほんまに犯人とは思えへんけど関係あるはずやと思って一緒にいたんよ。だったらなんで嘘ついたの？自分が生徒会長だって。嘘？うち嘘なんかついてへんよ。この前決まったハチ公の新しい生徒会長は男の子だよ。あなたは本当にハチ公の生徒なの？名前は何組？担任の先生は誰？名前？クミ？尋問しちゃいやクマ。私だって信じたいよ。だけど謎だらけじゃん。リセちゃんだって反応普通じゃないって言ってた。これだけ揃ったら怪しいって思っちゃうじゃん。こんな風に仲間同士で戦わせてみんなにひどいこと言わせて何が目的なの？名前は分からへん。クラスも思い出せん。は？自分でも分からへんの。なんでここにおるかも考えてみたらよう分からん。そんな、どういうこと？こんなん苦し紛れに嘘言うてるようにしか見えへんな。そんなんでうちがいくら犯人やない言うても信じてもらえるわけあらへんね。ちょっと待って、どこに行くの？放送室や。自分の疑いは自分で晴らしてみせます。今まで疑ってかにんね。それじゃ会長。
じいちゃん、早く追っかけて。会長はペルソナを使えないクマ。何かあったら危険クマよ。ペルソナが使えない？待って、じゃああの子はどうやってこの世界に入ってきたの？あ、そういや、そうこまね。事件と同じ、落とされた被害者ってこと？なんと！